それでは、表題の文献について、丸山が紹介します。はい。で、ここで扱っているのは文圧縮っていうようなタスクです。まあ、アブストラクティブな方の文圧縮ですね。で、これはまあ文の主要な意味っていうのを保持しつつ短くするっていうものです。で、その文圧縮に対して、まあ、2つアプローチがあって、1つはデリートベースのアプローチですね。まあ、後で説明します。あとはジェネレートベースという、まあ、2つあります。で、まあ、この論文の貢献は、まあ、その文圧縮におけるその編集の操作ですね、まあ、削除して、まあ、並び替えたりとか書き換えるとかそういうのをうまくモデル化していますと。でこの2つの、アプローチを組み合わせて、まあ、一番いい性能を出しましたというような内容です。で、この2つのアプローチ、まあ、それぞれ説明するんですけど、まあ、デリートベーストっていうのは、まあ、名前そのままの通り、その入力部にある冗長な単語を削除するっていう削除操作のみのものです。で、まあ、この文圧縮においては、まあ、削除操作って結構頻繁に起こる操作なので、まあ、そこにフォーカスしてやっているものになります。ただその削除しか行わないんで、ちょっと人がこう書き換えたものとはちょっと異なるっていう場合が、まあ、ありますと。まあ、それでも、まあ、まあ、簡略化、問題として簡略化しているので、まあ、そこそこうまくできます。でもう一つがジェネレートベーストですね。これはまあ削除だけじゃなくて、さっきも述べたように並び替えとか、まあ、パラフレーズしたりとか必要に応じて単語を入れてあげたりとかします。ただ、まあ、こうジェネレートベースでやってるものっていうのは、まあ、基本的にそのソースの文と、圧縮された文の対を学習させるようなモデルなんで、明示的にこう削除の操作を組み込んだ研究っていうのは今までないです。なんで、まあ、ここではこのジェネレートベースのところにその明示的に削除の操作っていうのを入れてあげるっていうようなモデルを提案しています。はい。で、最初にこの説明の順番がちょっと前後してしまうんですけど、最初にこの提案しているモデルと比較対象となるモデルについて、まあ、順番に説明していきます。で一つは、セックですね。多分みんなよく知っているようなモデルだと思うんですけど、入力文を、まあ、エンコードしてあげて、で、まあ、こっちが、圧縮された文ですねを入れて、でその時にこのデコード側の隠れ層のベクトルとこのエンコードされた隠れ層のベクトルの、まあ、対応をアテンションのところで見てあげて、それを使って最後にこうどういう語彙を出すのかっていうのを決定してあげるっていうようなモデルだと思います。でもう一つが、まあ、それを拡張させたモデルですね。さっきのは、生成っていう操作だけのみだったんですけど、ここでは、コピー、生成とコピーと、まあ、まあ、2つ組み合わせたようなモデルになっています。で、違うところは多分この上の部分だと思うんですけど、でここまでが生成の操作を担っていて、まあ、さっきと同じになっていて、でこれに対して、そのアテンションの、分布っていうのを最後にこうここの語彙の分布に足し合わせてあげるっていうようなものです。でこの時に、この重みをこう生成するのか、コピーするのかの重みをつけてあげるっていうようなこういうモデルですね。でこれをさらに拡張させ削除に合わせて拡張してあげるっていうのが今回ここで提案しているモデルです。で、モデルの概要図はこんな感じになっていて、で、まあ、3つのコンポーネントに分かれてます。1つは、まあ、エンコーダーと、あとはデリートデコーダーと、このコピージェネレートデコーダーというデコーダーが2つあるような形になっています。で大まかな流れとしては、最初に入力文をエンコードしてあげて、でそれに対して、その入力された単語を削除すべきかどうかっていうのをこのデリートデコーダーで判定してあげます。でそれとは別にこのコピージェネレートデコーダーっていうところで、そのさっき説明したこの1個前に説明したモデルと同じですね、コピーするか、生成するかっていうのを選択してあげます。でそのコピーするときには、この削除されて残った語彙のところからコピーするかしないかっていうのを、まあ、選んであげるっていうような形、まあ、こんな流れになっています。でそれぞれ、そのデコーダー、詳細に説明していきます。でデリートデコーダー
レコーダーでは、これが総数の分と、あとはそのアテンションで得られるそのコンテキストのコンテキストベクターと、あと一つ前の出力の3つを入力にしてあげます。でそれを入力して、で、まあ、0から1の範囲で何らかの数字を出力するというような形で、まあ、0に近ければ削除で、1に近ければ、残しコピー残しておくというような形です、というようなものです。でこのコピージェネレーターのジェネレートデコーダーの方なんですけど、まあ最初にこのジェネレートプロバビリティってやつで、コピーするのか、まあ、生成するのかの重み、どっちにどれくらい、重要視するのかっていうような重みを計算してあげます。で、まあ、入力その入力になるのは、GRU の、隠れそうのベクトルとコンテキストのベクトルで、そのジェネレートプロバビリティを計算します。で、まあ、生成の生成ジェネレートモードの時は、セックトゥセックと同じように、その出力の語彙からこう選択してあげればよくて、でコピーするときには、さっきのデコーダー、デリートデコーダーで得られた出力でこうそれぞれアテンションの分布をもう一回こう正規化してあげてやります。でなんで最終の出力はまあこの2つを組み合わせて、こういうような中からまあ語彙を選んであげるっていうような形になります。で、そのこっち側の損失関数はこのジェネレートプロバビリティのそのロスと、コピーの方のロスとジェネレーションのロスと、この3つを組み合わせたようなロス関数になってます。はい。で、ここで使うデータセットは、このようなデータセットになってます。まあ、いろんなジャンルのものが含まれていて、一つの、ソーステキストに対して、まあ、リファレンスが複数ついているようなデータを使います。で、まあ、トレーニングとバリデーションとテストは、まあ、こんな感じに分かれています。そんなにデータ数は多くないです。はい。で評価は、自動の評価尺度として3つ使います。でコンプレッション、上から順にコンプレッションレティオっていうのが、圧縮された割合ですね、ソースの、単語の数分の、圧縮された分の単語の数ですね。なんで小さいほど、より圧縮されているっていうようなものになります。あとはルージュとブリューですね。であと人手でも評価してて、文法性と、あとは、まあ、簡潔かどうかの2つを評価しています。はい。でこちらが結果です。で、システムは、セックトゥセックと、コピーとジェネレートのこのポインタージェネレーターってやつと、あと一番下のがここで提案しているモデルです。で、まあ、セックトゥセックは、まあ、生成のみのモデルなんで、まあ、あんまりコンプレッションできてないっていうことが分かります。で、まあ、そのコピーの、仕組みを加えてやると、まあ、その問題学習の しやすさが変わってくるので、まあ、若干精度が上がりますと。で、今回このデリートの操作を取り込んでやることで、まあ、よりコンプレッションできてて、まあ、他のルージュとかのスコアの向上にも貢献しているということが分かります。で、下の表の人で評価の方に注目していただきたいんですけど、人で評価1から5の5段階で、評価しています。でこの今回提案しているモデルっていうのが、まあ、そんなに、文法性、まあ、グラマティカリティを損なわずに、より簡潔にな表現にできているっていうことが分かります。で最後に、このモデルが、まあ、どういう操作を行っているかっていうものの割合を示したのがこの図で、まあ、デリートは、まあ、若干人をリファレンスよりもちょっと少ないです。でコピーが結構人よりも多くなってて、割とできる限りコピーをするようなモデルになっているということが分かります。はい。まとめです。ここではそのデリートベースとジェネレートベースのアプローチを組み合わせたモデルっていうのを提案しました。で、まあ、デリート
ートの処理を行う機構っていうのを組み込むことで、まあ、精度の向上に貢献しました。で、はい、でこれがこのモデルで、まあ、ステートオブジアートを達成しましたというようなものです。以上です。